かりに観光ツアーしてもらってます。ね、観光ツアー、宮城。初めて。あ、そうだよね。そう、みやびちゃん初めて宮城。初めて宮城。そう。が初雪。初雪。そう、仙台今日初雪で、そう、その日にちょうどみやびちゃんが。まさかの。みやびちゃんが来てくれたら素晴らしい。そう。今日はいいですよね。いや本当に羨ま、もう本当にね、うん、最高の案内してくれてます。さすが宮城、さすが宮城大使。宮城大使だよね。そう、宮城絆大使。そうそう、そうだよね、うん、そう、乾杯。すごい、みんな乾杯乾杯。そう、私もあの今日ちゃんと光のプレゼントを今年ちゃんと見に来れました。今日そう、ずっと見てるのね。こんばんは。いいね。あ、写真撮った、ね。うん、撮った。写真めっちゃ撮った。乾杯、タカさん乾杯ありがとう。近いしの乾杯。みんな乾杯する。乾杯、乾杯。ケンさん、タマも乾杯ありがとう。マーターコーの流れ星ありがとう。流れ星すごい、ほんと。あ、TikTok も。あ、TikTok そうだ。あ、そうだ。ね、TikTok、そう、撮ろう、後で。あ、撮りたい、撮りたい。ね、撮ろう。前、撮れなかったもんね、大阪の時。そう。あ、マイスありがとう。あ、ありがとう。え、ほんと凍ってるところある。凍ってる。椅子とか。あ、確かに。積もって、そうだね。明日の朝とか凍ってそう。うん、こんばんは。プレゼント食べました。めっちゃ宮城のもの食べてきました。宮城のもの、宮城のもの、宮城のものね、食べたね。宮城のもの食べた。そう。何でしょう。確かに、何でしょう。牛タンって。セリ鍋って何。セリ鍋ってなんかセリっていう野菜があって、それを鍋も有名だけど、もう終わっちゃったかな。ずんだ食べたい。ずんだ、ね、大好き。あ、ずんだ、そうだ、ずんだ食べよ。ずんだシェイク。ずんだシェイクね。ずんだシェイク。え、みんなずんだシェイクって知ってるの？え、知ってるよ、多分。知ってるのかな。え、多分ほぼ飲んだことあると思う。嘘。絶対ある。ありますよね。え？みんな知ってるでしょって来てるけど、それはアカリンが、アカリンがさ、飲んだりしてるから知ってるんじゃなくて、本当にその前から知ってましたか。仙台来たら絶対飲むって書いて、大好物。なんだよ、やっぱみんな飲んで、有名なんだ。そう、割となんか、なんか芸能人の人とかも仙台来たらみんな、え、そうなんだ、ずんだシェイク飲みましたみたいな。私もじゃあ絶対飲んで帰ろう。絶対その方がいい。ずんだシェイク、え、めっちゃみんな好きじゃん。飲もう。楽しみになってきた、それも。そうだよ、あと思う。絶対飲んだ方が。名古屋ないか。え、ないないない。え、東京もなくない。東京ね、多分東京駅にある。え、あると思うな。そう、確か聞いたことない。店舗だけなんか。そうなんだ。あった気がする、売ってるとこ。知らなかった。はらこ飯。はらこ飯はなかったね。はらこ飯はなんか鮭の炊き込みご飯。それも美味しそう。そうそう、それもね、美味しいんだよ。あ、鮭粉ってそういうことか。うん、うん、ありがとう。乾杯。これもずっと本当上禅寺通りずっと長くね、私たち今ちょっとあの後ろの方っていうか、後ろ、ここ最高ちょっと少なめ、人少なめのところ。あっちがね、人がいっぱいのところ。寒くないだって。ハートの湯。あ、そう、ハートのね、さっき撮った写真撮った。ハート白。え、すごい、みんな知ってるんだ、ハートのイルミネーション見たところ。 ね、すごいね。そうなんですよ。いや、綺麗よ、実際見ると。めちゃめちゃ綺麗、本当に。めちゃめちゃ綺麗よ。感動、感動。でもやばい、本当にやばい、ね、こっからやばい、圧巻。こっからがやばい、本当に。
後ろ振り向いた時の感動さがやばい。そうなんだ、感極まる。めっちゃ綺麗。あ、登り台もあった、デッキ、スマイルデッキ。あ、そうそうそう、募金して登った。そうそうそう、うん、寒いね、寒くなったね。あ、やばいよ、初土産もうすでに楽しんでます。しかもクリスマスマーケット。あ、ね、そうなの、高校台で今クリスマスマーケットやってるんですけど、めっちゃ雪降ってる、吹雪、吹雪の中ツリーでね写真撮ったから、そう、それも載せる。そう、しかも、うん、あのマシュマロのホットチョコレートの上に雪積もるみたいな。面白い、写真撮ってる間に雪積もった。面白すぎる。幻想的、すごい降ってたよ、本当に。いや、やばかった、本当にめっちゃ降ってました。私なんかお宮城は常に雪降ってるのかと思ったもん。びっくりした、たまたま本当今日があんな降った、初雪、雪だったわ。みやびちゃん遠征ありがとう。あ、宮城遠征、遠征になって旅行なんだけど。遠征面白い。何でもどっか行ったら遠征になっちゃう。え、なんでこんな、あ、そう、あ、すごい雪降るんだ。え、すごい、あ、なんかかわいい、アモナメント、かわいい。え、すごい、あ、こんな感じなんだ、ね、え、かわいい、本当に雪降ってる。え、すごいね。私もなんで雪降ってるんだろうって思ってたら、くれたら降るんだ。え、すごい、かわいい、雪、やばい、吹雪だ。吹雪になってる、また結構積もったよね、頭に。うん、めっちゃ積もった。カリンの頭に雪が超積もっててもうめっちゃ濡れてたし。面白かった。クリスマスめっちゃ降ってた。雪すごい、雪いっぱい。いいですね、宮城の冬を。本当にだってちょうどヒカピ始まったのも先週9日からだから、始まったばっかだよ本当ヒカピ。めっちゃたまった、ラッキー。そうそう、ラッキー。タイミングめちゃめちゃ良かった、来るの。本当にいいタイミングだった、めちゃめちゃ。あ、焚き火もありがとう、雪ありがとう。雪、いっぱい雪。ヒカペ、ヒカペっていうの。そう、略すとヒカペ。かわいい、かわいい、かわいい、ヒカペ。雪合戦したい。あ、ね、したい、雪合戦。ゲレンデ行きたいね。スキーするの、みやびちゃんって。え、するする。あ、そうなの、うん、え、あ、でも現役になってから怪我しちゃダメだから行けなくなったけど、うん、もう全然行けるし。あ、そうなんだ。スキー大好き。スノボーしたことない。あ、あくりもないわ、うん、スキー。え、スキーする。スキーね、ちっちゃい頃してたよ、うん、私もそんな感じ。中学生以来してたよ、うん、私もそんな感じかも、うん。あ、スケートリンクあったよね。あ、確かにあった。あったけど。あったけど雪やばすぎてさ。確かに。てか吹雪だったから。そうそうそう、ちょっと。そう、寒いねってなって。そう。雪やばいってなって。え、ほんとでも雪あんなに降ってなかったらやってたかもね。やってたかも。うん。のびちゃんスキーうまそう。めっちゃ上級者コースで滑ってた。え、でもスノボのイメージあるかも、なんか。え、ほんと？似合いそう。スノボしたことないけど。サカピー、うん、ペンギン、ありがとうございます。ペンギン、ペンギン、ペンギンくれた。ペンギン、ペンギン、ありがとうございます。ありがとう。仙台だとどこに、なんか、烏帽子、烏帽子スキーリゾートっていうところが多分一番近いですね。烏帽子、そう、そう、烏帽子。でも蔵王もいいね、宮城蔵王。樹氷、樹氷もいいですね。フィラ？あ、フィラのあるの、なんかスキーウェアみたいな。え、わかんない。なんかありそうじゃない？ゴルフはね、フィラたまに来てるけど。え、ゴルフやってる？みやびちゃん。え、そう、たまにやってて。やってる？そう。あかりんともやりたいよね。ね、やりたいよね。やりたいよね。みやびちゃんのゴルフ見たい。ね、全然ダメだけど。
ゆるくやりたい。ゆるくね。ゆるくやりたい。ゆるく。ゆるく。アフィラ以外切れますよ。全然テニス以外だったら大丈夫です。契約はテニスだけです。じゃあウェアは何でも。泉ヶ丘。そうそうそう、泉ヶ岳っていうところも、泉ヶ岳かっていうのもそう人気。I love you。おおさびちゃん、今日もありがとう。テーマゆきありがとう。ありがとうございます。かわいい。もう本当にめっちゃ綺麗。やばい本当に。ドゥーン。ああ。画面が面白い。今仙台来て。あ、今仙台。あ、そうなんだ。え？今仙台なおの人もちろん。すごい。いらっしゃいます。ヘッドスパやってなくて、あれはマッサージ受けたいっていう絵文字なんですよ。マッサージ受けたいだけです。仙台なう寒いよね、うん、めちゃめちゃ寒い。何度なんだろうね今これ。あ、でも何度だろう、何度ぐらい。1度。え、1度ぐらい、うん、いや、2度。2度ぐらいかな。ちょっとあの誰かアメダスで見てください。確かに現在の仙台の気温。気温2度。え、 0.6 度。本当？あ、結構。え、結構そんな低い。え、虹、虹ありがとう。すごい、かわいい虹。あ、0.6 度。仙台市青葉区だよ、多分。1度。1度か。あ、じゃあすごい惜しかった。惜しかった。え、今何度出たっけ。あ、でも1度か2度みたいだよね、うん、すごい。かそんな寒いんだ。あ、でもそうだから雪降るのか。寒い、本当に。うん、寒い、すごい寒い。いや、だから私も今日からマフラー解禁、本当。カイロね。そう、カイロも。カイロ、私のカイロは使ってないけど。マイナス1度。あ、0.4 度だって。え、マイナス、え、やっぱマイナス1度。え、マイナス、マイナス1度いってる。カイロは持ってるけど使ってません。これなんだっけ、低温。低温。なぜか、なぜか低温タイプを持ってきた。本気の真冬に低温タイプのカイロ。高温が必要、マジで。なんで低温。本当に間違えた。うん、東北の冬をちょっと。ね、低温で乗り切りしてくれてる。やばい、ま、ちょっと間違えてるよね。ちょっとミスりました完全に。でもなんか都会って感じしない、低温の回路。だって宮城で絶対低温回路なんて売ってないと思う。こんな寒くないもん、まず名古屋。そうだよね、今はさすがに寒いけど10度とかはあるから。そう、え、低温って逆に、え、違うよね、寒い、そんな暖かくないってことですよね。うん、暑くなりすぎない。そうだよね、うん、そんな暖かくなくても乗り越えられる、うん、乗り越えられる。気合い、ありがとう、ありがとう。走れ、走れ、走れはやばい。走れはやばい。関東でも低温見たことない。あ、そう。じゃあめっちゃレアなんじゃない、低温タイプって。私もなんか初めて見たから、適当に持ってきたら低温だったって感じで。で、このさ、背景とか周りの絵かわいいよ、めっちゃ。え、かわいい、思った、ね、こんな感じになるの。すごい合ってるよね。え、みんなこれってこと。みんなこれだと。かわいい、めちゃめちゃ、ね、メリークリスマス2022、うんうん、かわいい。え、しかもこうみんながなんかくれた時にさ、うん、こう雪降ったりするのがめっちゃかわいいんだけど、ね、合うよね、初めて見たからすごい。かわいい。映像を見、ね、あ、雪やり、あ、あ、じゃあ降らせてくれた。ありがとうございます。ちょっと初めて見たからテンション上がってる。やばい、超雪くれてる。嬉しい。雪めっちゃ降ってる。かわいい。かわいいよね、うん、めっちゃ可愛い。やば、可愛い。雪雪雪雪雪やコンコン、あられやコンコン。あ、雪ありがとう。
でもこのねヒカペの、うん、そうヒカペと合うね、またこのめっちゃ見上げるめっちゃヒカペを見上げるとこうなります。あこっちのが綺麗だけえでもこっからの本当にバックがすごい綺麗ね、めちゃめちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、やばいやばい、あ普通にカメラワークしてる私みんなもここに来た感じがするんじゃない、あねねね、そうみんなもちょっと仙台来ちゃいましたみたいなイメージでいいんじゃない綺麗だ、初ヒカペでしたVR かリアルカメラワーク、ね、リモートヒカペ熊巻ありがとうヒカペ、すごいハートは溜まってくんだこの下に、あ溜まってる下に何か種見とそう種とハート溜まってる、あハート、あーハートありがとう、ハートいっぱい、ハートかわいい、いいっすね仙台ですね、ね、もう今日で仙台いろいろ味わった気がする、本当にめちゃめちゃ、えでもさあの、うん、こう仙台着いて寒って思った、やっぱり仙台着いて寒って思ったてかマジもうすぐ雪降っててあそっかみたいな、え雪ってどういうこと聞いてないと思ってもうマジびっくりした、ね、本当びっくりしたでもなんか寒すぎて、うんうん、びっくりした本当にそしたら今日が初雪って言ったから、うん、それもさらにびっくりみたいな、うん、え何忘年会ランキングえ何それ忘年会ランキングなんてあるの今、うん、えすごい12えすごいじゃん、すごいありがとう、またなんかイベントやってるんだ、何忘年会ランキング忘年会何それ面白いね忘年会仙台で、テニーブ仙台でやりたいね、やりたい、めちゃめちゃやりたい、ね、リベラで、リベラ、リベラ、あの田口コーチがいる、あーいいねいいねいいね、リベラで3人で、確かに、絶対いいって言ってくれそう、めっちゃ良さそうです、なんかぜひ来てって言ってくれてたし、うんね、ちょっとそうなるとまたあの宮城、仙台、あそうだね、仙台に上陸する可能性があるかもしれない第2回目の楽しい、いやまだね明日も楽しいんだな、うんうんうん、ね楽しもう、参加いっぱい参加するわね、来てほしい ね面白いねねねね遠征面白いみんなも遠征みんなも遠征に来るいいですね、手に入れ希望嬉しい、ね、手に入れ希望って言ってくるの嬉しいですね、うん、確かに、ジーヤキュンありがとう、キュンみんな写真をねいっぱい撮ってますね、やっぱりいっぱい100個ハートいっぱい、ハートありがとう、あ、二手になんかね出てたの、なんか私もツイッター流れてきたよ、サッピートシングルスみたいなすごい何分ぐらい配信したんだろう私ね、うん、これ時間出ない。そう出ない、ね。出ないんだ。あスクショタイム。確かに。スクショタイム。スクショ。イエイ。耐えてる？耐えてる？イエイ。
みんなにね、見てほしかったんですわこのカーペをね、さっきカーペを見てほしかったんです。うん、ありがとう。ねえさん、いや、私もありがとうだし、こちらこそ、こちらこそありがとう。え、確かにね、本当に愛情あった時からまさか宮城に来ることになる、うん、遊びに来ることになるとは想像もつかない。そうだよね、なんかずっとね、宮城でね、旅行したいねみたいな、え、そう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 、そう言ってたけど、なかなかね、まさかこんなすぐ来れると思わなかった、うん、そうそうそう仙台に来てくれてありがとう、うん、いや、本当にもうね、うん、ありがとう、いろいろ考えてくれてて、あかりんがいろんなとこ連れてって、もうすでにすでにもういろんなところに連れてってもらってくれてめっちゃ嬉しい。最初の名古屋イベントで、そうね、デカラキ一緒になんかピーマンしてた。楽しい、よかった、いや本当によかったわ、楽しい楽しい、ありがとう、配信出てくれていや全然面白いそうね、ランキングをじゃあ振りますかね。ランキング、あ、そうかそうかそうか、13位、13位から見ます。13位がタマです。ありがとうございました。タマ13位、パチパチパチでした。暖かくしてね。そうね、温まりましょう、ありがとう。それで12位がカンナさんです、ありがとうございます。チパチパチ、カンナさんおめでとう、ありがとう、おめでとうでした、イエイ、ありがとうありがとう、ありがとう。11位がダックくんでした、ありがとうございます、おめでとう、おめでとう。11位、ダックくん、ありがとうございます、また来てください、ありがとう。それかな、そして10位がメマッチョです、ありがとうございます、おめでとう。10位、ありがとうございます。ずんだシェイクはエクセラがおすすめやで、エクセラ、なんか大きいの、普通の、そうなんだ、なんかホイップクリームがグダンって乗ってる感じ、楽しみ。冷え込み強くなるので暖かくしてね、ありがとう、ダクくん、暖かく過ごします。9位がテーマです、ありがとうございました。テーマ第9位、ありがとう、お疲れ様、まだまだ仙台の夜を楽しんで、光のダブル天使ヒカペとかけてる光のダブル天使ありがとうありがとう、うん、またねダブル天使。そして8位がオニール大佐です、ありがとうございます、ありがとうございます、8位ありがとうございました、イエイ、ありがとうね、来てくれて、イエイ、ちょっと待ってます、楽しそうな2人見られて嬉しい、みやびちゃん仙台ようこそ、めちゃめちゃありがとう、ありがとうございます。フードをかぶったフードをかぶったみやびちゃんそして7位がたまちゃんです、ありがとうございました、たまちゃん、イエイ、2人7位、ありがとう、おめでとうございます、またおいでね、あ、かりんと仙台で会うなんて本当仲いいですね仙台の夜楽しんでください、だってありがとうございます、楽しみます。そして第6位がてんさんです、ありがとうございました、てんさん、ツイートにあげてた大かな、あ、映ってた、え、すごい、もう1個発表されたね、
そっか、帰宅が係になれるとか最強。おお、そっか、お仕事お疲れ様、戻れるとは幸せです。新部希望、みやび師匠に上達姿を見てほしいです。またみんなでね、やりたいね、テニスイベント。幸せそうな映画が見れてハッピー。やかりん、旅行プラン、旅行プランね、うんうん、旅行プラン、お楽しんでます、ね、ありがとう、またね。そして第5位がタカさんです、ありがとうございました。タカさん、第5位、イエーイ、第5位、まるまめー、受けてありがとう、イエーイ、おめでとうございます。イエイ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 。あ、カリン、ひろみとページェントの配信ありがとう、風邪ひかないでね、みんな優しいね、ひかないよ。頑張る。ありがとう。4位がサカピーです、ありがとうございました。おめでとうございます。第4位、ありがとうございます。ちょっとね、来てください、ありがとう、サカピー、イエーイ。よい、2人とも寒いので風邪ひかないように気をつけてね。あ、ありがとう、ありがとうございます、温まります、イエイ。そして第3位が、ディアスです、ありがとうございます、イエーイ、ディアス、ベスト3リーありがとう、すごい、皆さん羨ましい、楽しんでね。写真待ってる、写真ね、待っててね、いっぱい撮った、うん、ありがとう、うん、こちらこそ、またね。そして第2位がヒカルです、ありがとうございました。ヒカル、ヒカル先生ありがとう、素敵な景色一緒に見えて嬉しかった。おお、うん、ね、めっちゃ綺麗だよ、ね、そう、本当めっちゃ綺麗。SNS で写真動画たくさん待ってますね、ぜひぜひ写真アップしますね、またありがとう、イエイ。そしてゼロポジ第1位が先生でした、ありがとうございます、おめでとう、見られてよかったです、みやびちゃん登場でびっくり、練習がちょうど、あ、休みだったんだ、ああ、また、下行っちゃった、あれどこ行っちゃった、あ、下手にね、下手に見てくれて、うん、ありがとうね、いつか試合、確かにいつか試合でね、あ、年明けに試合が始まります、で、試合、そう、元気の試合でパワーが出ました、勝利の女神、お、頑張れ、嬉しい、応援してる、しまたみやみさんの、あ、そう、参加します、天気が心配なの、え、じゃあ雨が晴れるよ、晴れると晴れる、晴れて絶対晴れるよ、暖かくして仙台の夜を再楽しんでくださいね、お、よかった、ありがとうございます、第一位先生でした、最後だけぶしたありがとうございます、ね、帽子かぶるとめっちゃ高くない、え、そうだよね、うん、ありがとう、うん、みんなもありがとうね、ヒカペ、ヒカペラストヒカペ、なんでこれ、いや見せてみたいな、みんなに見せようみたいな、面白い、謎すぎて、やばい、面白い、うん、ありがとうございました、またね、バイバイ、イエーイ、おやすみなさい、あ、雪ありがとう。